ちが入場してまいります。ともに勝ち点37で並ぶ徳島ヴォルティスといわき FC。 前半左にエンドを取るのが青のホーム徳島、一方右エンドが白のユニフォーム。おここ通した、離した、下げて白井。この長木のサポート良かったですね。いやあの辺でボール失わないですからね。ケサダのクロスが入ってきて折り返して、いやそのまま入った、折り返しのボールが入りました。徳島が先制しました。前半の23分、石尾。そうですね、ここケサダがサイドに持ち出して、サイドがこう若干こう高いボールを入れるんですよね、はい、でファーに、まあ、石尾が、まあ、相手とのこれミスマッチをしっかりと作ってましたね、高さのところで。お、まあ、おそらく折り返しながらシュートはちょっと、まあ、本人しかわからないですけども、まあ、結果いいコースに、ね、後半から出ている岩渕、その岩渕一つ触って、まあ、決定力もある選手です。パスが出た有馬から岩渕シュート、ここはサーです。反応しました。あ、決定でしたね、ありました、はい、止めました。まあ、中央一瞬で、ね、スペースと時間がありましたから、まだ、まあ、この辺のスワレス。岩渕ここは左に開く格好になりました。ペナルティーエリアのところには4人、まあ、コーナーにします。低いボールできた、意外性のあるプレーを見せました。そうですね、クイックでねコーナーキック始めたんですよね。グラウンダーで西野に、さあこう西野2人かわしてクロスが入ってきます。スクランブルのところミドルシュート、これよく決めました。内田、こぼれ球によく反応しました。今シーズンの初ゴールです。大きな追加点です。徳島リスタートで少しこう時間を使いながらいくかと思ったんですけどもね、まあ、西野サイド勝負して、で高さのところで少しこうスクランブルになって、でそのこぼれ球のところですよね、はい、まあ、内田がしっかりとボールの中心をね叩いてゴールバウンスに強いボールをね蹴り込みましたよ。塩が触って、ああここで試合終了です。吉田新監督。